本日のメニュー、ホッケの塩焼き、酢味噌和え、和風かぼちゃスープ。大根ときゅうりは食べやすい長さにスティック状に切る。鍋にお湯を沸かし、切った野菜を茹でてざるにあける。合わせ調味料を作る。味噌大さじ1、お酢大さじ1、砂糖小さじ2、すりごま小さじ1、塊がなくなるまでよく混ぜ合わせる。茹でた野菜を入れて全体を和える。冷蔵庫で冷やして食べるのがおすすめ。耐熱ボウルに冷凍かぼちゃ 150g、 水 200ml、 和風顆粒だし小さじ1を入れてラップをする。 600W の電子レンジで5分加熱。粗熱を取ってミキサーに入れる。この時残りの水を 200ml 入れる。滑らかになるまでミキサーにかける。鍋を準備してスープを入れる。中火にかけて温める。お酒小さじ1、醤油小さじ1を入れてよくかき混ぜる。器に入れ食べる直前に豆乳を注ぐ。天板にクッキングシートを敷き、ホッケをのせる。グリルで両面こんがりするまで焼く。お皿に盛り付けて完成。酢味噌和えの完成。和風かぼちゃスープの完成。ホッケには DHA、EPA が豊富に含まれているので、体内コレステロールのバランスを良くしてくれます。酢味噌和えはお酢と野菜の食物繊維を一緒に摂ることで血糖上昇の抑制をしてくれます。かぼちゃは皮ごと食べることでビタミン A をより多く摂取でき、免疫力アップにつながります。いただきまーす。おいしい。早い早い。うまっ。めちゃくちゃうまい。すごいねこれ。めちゃ立派やな。うめぇ。これはおいしい。これめちゃくちゃおいしい。むっちゃ肉厚だね、うん、すんげえわこれ。うん、めっちゃおいしい。めちゃくちゃうまいね。パパがおいしいって言うだけあるね。かなでこの厚みすごいね。すごい、すごい、うまっ。あ、ちっちだった。うん、けど美味しいね。以上、今ね、お魚取ってあげるから待ってて。あ、ほい。あちゃん、ママ。あちゃん、パパ。以上。あ、おちあ、寝ない。寝ない？うん。あー、パパ。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。それでは、またねー。パパ、ありがとう。パパ、ありがとう。よし。